広告業界内では、平野の仕様をめぐる争奪戦が続いており、特に保険会社、自動車メーカー、不動産関連のクライアントが熱心に彼を狙っているとの情報も入っています。東京・渋谷の宮下パークに突如現れた平野の仕様をフィーチャーした巨大な広告が、まるで夢のような一日を生み出しました。これは、彼の誕生日にサントリーが投稿した、ミスジンソーダの広告で、 平野の顔の左半分が噛んで隠れ、頭の上には、新ン、すがすがしい人というキャッチコピーが輝いています。二日目には、平野駅に二つ目の広告が登場し、さらに日本の有名通りには、イユスルビューティフルの広告が、その数えきれない姿は、まさに都市のランドマークとなりました。イユスルの美しい人が大いに輝く瞬間です。広告業界では、 平野の新しい CM が驚異的な1億円に迫る出演料となると噂されています。これは、全所属事務所の問題や圧力を抱えながらも、平野のインスタグラムフォロワー数、2月2日現在413万人と、特に若い女性層の強い購買意欲が後押ししているからこそ可能なのでしょう。今年1月には、ルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約を果たし、イブ・サンローランボーテの初のアジアアンバサダーにも就任。 これにより、関連商品の売り上げは急増しています。一方で、過去の経験から言えば、平野は CM 出演量の高さだけでなく、広告塔としての影響力も大きいことがわかっています。キングプリンス、在籍時の P&G のファブリーズ、CM での成功がありましたが、昨年の新キャラクター交代で売り上げが減少。この時のエピソードは、平野の存在感と広告の相互作用を物語っています。 広告業界内では、平野仕様をめぐる争奪戦が続いており、特に保険会社、自動車メーカー、不動産関連のクライアントが熱心に彼を狙っているとの情報も入っています。企業の駆け引きでは、出演料が8000万円から1億円まで釣り上げられているとか、この激しい争奪戦には、ナンバー、愛としての岸優太や神宮寺優太らも絡んでおり、今後の展開がますます注目を浴びています。ファンからすると、 平野くんの CM はまさに待ちに待ったもの。その魅力に惹かれて、手の届く範囲で応援したくなるのは当然のこと。ジャニーズ事務所を退所してからの8ヶ月間、平野ノ仕様のプロジェクトはますます膨らんでいます。彼の真摯な態度や、他のメンバーとの絆もファンの心を掴んでいるようです。新たな CM が次々と舞い込む中、ファンは神宮寺くん、岸くんとの3人の CM も楽しみにしています。 彼らの成長や新たな挑戦は、ファンにとって心強いものであり、真、清がしい人の言葉通り、ますます魅力的なヒラの仕様を応援したいと思います。ナンバーアイ、愛、三人もに表現者としての成長を感じる。安定した居場所を抜け出しても世界に挑戦したいという志を大切にしている彼らは、それだけでも十分に魅力的です。紫テルさんはファンと共に歩み、泥臭い僕も見てほしいと寄り添い、 質問箱にも真摯に向き合う謙虚な人。岸くんをちゃんと立てているし、神宮寺くんとも絆が深い。真、清々しい人というキャッチコピー通りかっこいい紫てるさん、大好き。ジャニーズ事務所から退所して約8ヶ月。平野修行をめぐるプロジェクトがいよいよ本格的に動き出した。人それぞれ好みはあるから、もちろん一概には言えないけれど、それでも紫輝くんの CM はみんなが望むところ、まさに需要でしかない。 嬉しくって、ついつい手の届くものであれば買って応援したいです。世の中の人はちょろいって思うかもですが、日々の潤いくれる人って貴重なので大切にしたいなって思います。